どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。デッドバイデイライト、新キラー、プレイグ使っていきたいと思います。さあ、早速プレイグの固有パークで、発電機を自分から一番遠い3つをロックしておりますね。すぐに直されることを防ぐために。で、サバイバーが動いてくるところを見つけて、プレイグの固有技は毒にすること。この国士の土砂というのがあるんでね。こんな感じで、オブジェクトを毒にすることもできると。どこかなー。で、2段階あってね、それはちょっと追って、説明しますけど。こんにちはー。さあ、まず1人は毒、もう1人は毒にできなかった。はい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 、毒、あー、突っ込んじゃったあー、もう1人撃っちゃおうかな。え、下降りたね。オッケー。さあ、毒だらけだよ。へへへ、ごめんねー毒になるまで返せねえんだよオッケー。なに、なぜ避けられる。ダメだよ。向こう側で回復したね。はい、で、発電機も毒にしといて、これに触るとね、感染するんですわ。いやー、二日酔いがひどいな。よいしょ。で、1段階2段階とありまして、2段階に入ると基本的にこのサバイバーもいろんなとこ通るだけでね、そこに毒がついてしまうので、よいしょ。お、助け起こしたね。いいぞー。おーい、どうも。おー、はーい、すいませんね、二日酔いですよいしょさてと、どこだ。でね、泉がございまして、そちらに行くと、あ、ここだね。まあ、感染状態を治すことができると。で、その感染状態を治した泉に私、プレイングが行くと、なんとこの土砂がダメージ判定がございます。待ってくださーい。なんて力だ。さあ、向こう行こうか。あー、いいね、助けた。はいはい、ごめんなさいね。よいしょ。まだ始まっていないんですよ。なぜ当たらん。あー、いいのか、逃がさんぞ。ほっはずれか、ようやるな。ほっ、あー、洗ってるね。あー、だー、決死の一撃。よし、待ちなさい、もうデイビッドさん、状況悪いよ。ほら、こんな感じでね。で、2段階行ってるとまあ、ちょっと二日酔いな感じがすごい出てきちゃうんでね、よく見えるんですよ。逃げていってもね、普通に追っかけましょう。あーあー、ターゲット変更だよ。ういよいしょ。よく聞こえるぜ。はい、どうしたの。こんなとこにいてもダメだよ。逃がさないって。よし、大丈夫、そっち行くから。待って、今行く。デイビッド、こん中に、あ、隠れたわけじゃないか、触れただけか。
りどちらですの。どこにいるんですので、強いのは要は第二段階まで進んじゃったね。左下赤く表示されているサバイバーたちなんですけど、それをね直そうとするとその人も感染してしまうんでね。入ったー、はーい、ごめんなさい。リレー状態だね。はーい、ありがとうございました。いやー、これは強いね。よいしょ。この状態に持ち込めたら強いんだけども、結局その感染させられるか否かでね、だいぶこの子の強さも変わってくるとは思うんで。よいしょ。ラスト一人抜けちゃったね。もうどこ行ったの。下降りてったでしょ。はーい、待たせ。さあ帰ろう、みんなで帰ろう。今日はもう引き上げだ。お開きお開きと言いたいところだが、届きそうにない。ギリギリ間に合わないんじゃないか。足遅いからね。ああうりゃー、待ちなはれ。そう、いや、間に合わなかったね。どうした。はい、すまんな。でね、当てるのが難しいの、この黒死の吐しゃ。まあ、ペストってことなんですけどね。普通だとまあ正面に飛んで大体まあこんぐらいの距離って感じなんだけど、体が動いてるとね、ちょっとこんな感じで感性がつくからね。で、横に振ってると意外と判定がね、微妙なんでね、しっかりと当てなきゃいけないということで、今後もちょいちょい使っていきたいと思いますわ。楽しみに。ほんじゃ、またな。